コロナしか猫ちゃんちょっと嫌な顔してるもんね。いえ、やいなんやいやいや、か、やべえやべえ、それは。猫ちゃんちょそっとんなさ、ことこなわっいてよ。ない？ちょっとこうなってる感じうが。ん、そんなことないから。やめなさい、猫の言葉を代弁すんの。おはようございおはようごまざいす。ます。はい、七種ロケのお時間でございます。どんどん。どうもどうも。はい、七種ロケの七種です。ともこです。カメノイチです。はい、というわけでございますね。今回この3人でやっていこうと思いますけども、お願いね。します。はい、というわけでございましてね、本日はお前の早く助けてるやつ、ね、聞かせていただきますよ、本当に。ね、まあまあ、お前の背後の透けてるやつというね、やつは幽霊の霊と書いていいやつなんですけども、という企画でございまして、まあ、どんな企画か説明いたしますと、こちらにいらっしゃいます熊子さんがですね、幽霊がナチュラルに見える方でございまして、まあ、写真とかね、映像とかそういうものでも見れるので、まあ、写真の中に写っている、例えばそのね、写ってる人の背後霊とかを見れますよと。いうとこで、まあ、結構七種ロケの面々もね、そうやって見てもらったり、まあ、直接会ってね、見てもらったりとか、まあ、普段してるわけですけど、まあ、視聴者の方々もね、ぜひ見てほしいっていう方は結構いたので、じゃあもうやっちゃおう、企画としてって感じで。まあ、ちょっと投稿フォームがね、概要欄にあるので、もしね、送りたいよって方がいたら、ちょっといつになるかわかんないですけども、もしかしたら採用するかもしれないので、送っていただけたらとも思うんですけど、まあ、ご自身がね、写って写真を視聴者の方から送っていただいたものを見て、そこに、まあ、背後霊がいるのかな？いないのかな？みたいな感じの、まあそういう感じの企画でございますと。一個だけ 言っとかなきゃいけないことがあって、いわゆるそのね、先祖の方がついていますよと、守護霊が見守ってくれておりますよ、みたいな感じではなくて、雰囲気が。なんかめっちゃおもろいやついるわ、ははは、っていう感じの企画です。なので、落胆しないでほしい。なんか、やったーって終わる感じのね。そう、損って終わる感じなので、落胆しないでほしい。もしだし、背後霊かどうかもわからないやつも映ってるので、まあそういうのもいろいろ触れていくぜって企画でございますという感じです。はい。というわけで、ざして今回もですね、今回は3名の方かな、触れていこうかなと思いますので、じゃあ早速1人目からいこうかなと思います。はい。お願いします。はい。というわけでございましてね。じゃあ、一人目の方なんですけど、まあ、こちらの方でございますというところで、はい。こちらの方でございますと、ね、いうところなんですが、ちょっとお名前から行かせていただきますけど、ムッチーさんという方でございますと。ムッチーさん。ね、ムッチーさん。はい。いつも見てますという感じでね、コメントもいただいておりますけど、ね。はい。これが現在のお写真ってかね、ちょっと前のお写真ぐらいですかね。で、なんか他にも何枚か送っていただいてるんですけども、時期的にはどれも、まあそんなに離れてない、この写真と、あとは去年撮ったかなぐらいの写真をいただいているんですけども、まず現在のお写真から何か写っておりますでしょうか。なんかやっとなんかほっとするぐらい背後してる人が背後してて、なんか気になるのが、ムッチーさんと同じ似たような雰囲気のエプロンこれぐらいつけてる女性が一緒に写ってるんですよね。なんだろう。なんか肩ぐらいまでの髪の型で。めっちゃ微笑んでますっていう。エプロン。エプロンが気になって。なんだろう。何かあんのかな、そういうの。どんな感じのエプロンですか？そこなんデかザちょっイン的と気になる。にお家の感じのエプロンなのか、こう制服っぽいのか。なんて言うんだろう。ああ、でもどっちかというと制服なのかな。花屋さんでつけるようなさ、シックなエプロン。ああ、あれをね、ちゃんとしたエプロンだ。作業とかするとき用の。ふにゃふにゃな感じのやつじゃなくてね、よく。パリッてしてる。パリッとしたやつなんだ。何の人なんやろ、でも。てかさ、花屋って今ほら、持ってらっしゃるじゃないですか、お花を。ワンチャン花屋の、でも背後霊ですもんね。ずっとついてると思って。そうだね。だし、これ、ムッチーさんご本人は別に鼻関係ないですよ。職ああ、とそかうもなん多分だ。関係なさそうな感じで、これ多分ね、仕事を退職された時かな、なんかでお花をいただいた時です、みたいな感じで書いてたかな、確か。なので、ちょっとこう、まあ、花自体とは全然この時ばかりの話で関係ないんじゃないかなと思うんですけど。謎ですね。これも背後霊なんですか？あ、もう背後霊だと思う。へえ。
かりこう重なってるし、ちょっと雰囲気似てるしっていう、うん、似てるんだ雰囲気が。そう似てるの。だから多分ご親戚かしらなのかな、うん、じゃあなんかもしかしたらムッチーさんこれね、あの親族の方とかで自分とちょっと顔の雰囲気、例えば若い頃に似ていた方だったりとかいたら、もしかすると可能性があるって感じですよね、うん、あるかなっていう。こういう背後背後背後してる人を見たので、うん、まあ確かこの企画やっててそんなに背後霊バチッと出てくることあんまなかったもんね、今までも。そう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 、なかったね。うん、おお、なるほどね。じゃちょっと次いきますか。はい、これちょっと遡るんですけど、はい、1年前とかだと思いますね、このお写真も。同じくムッチーさんの写真ですね。あ、いや、やっぱりね、同じ人です。はあ、あ、じゃあ背後霊変わらずついてるんだ。変わらずです。あら、相変わらずエプロンパリッとつけてて。あ、やっぱエプロン装着なんですね。畑似合うなこの人。エプロン果樹栽培の人みたいになってる。ちょっとぽいよね。確かにぽいな、この場で言うとね、ちょっとこれ甘いですよって言ってそうな人になっちゃった、ね、え、ちょっともうちょっとだけ詳しく聞きたいんだけど、雰囲気似てるってお話あったんですけど、これあの、え、髪型とかは、まあ、肩ぐらいの長さっていうのは変わらず、肩ぐらいの長さで、うん、ちょっとなんて言うんだろう、あの前髪は作ってなくって、こうこっちにこう流してる感じの。あ、はい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 。一見なんかエプロンが固く見えるだけで、うん、ほぼさんとかなんかいろんな、うん、あとあの築地みたいな、あのね、おろしとかのね、あの、はい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 、ちょっとあのエプロンの質感がよくわからないからあれなんだけど、まあ何かしらのでも職業の人って感じに見えるの、うん、エプロンの色自体は何色なんですか。多分これ白だと思う。あ、白か、白なんだ。はい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 、まあ確かに白だったら汚れる職業じゃないですよね、多分。なんかお魚さばいたりとかするの、うん、ね、魚屋さんとかでありそうだよね、白ってね。そうだ。靴とかって どんなのとかわかる。それがね、うん、スニーカーなんですよ、普通の。ほう、うん、スニーカーなんだ、うん、なるほどね。じゃあ魚屋っぽくないな。だ、魚屋ってさ、長靴のイメージあるよ。そう、濡れるからね。黒の長靴に白のこれみたいな、あれみたいな。そうだね、あの出刃包丁でダーンみたいな。そう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 。だからなんかちょっと違うよね、またね、これも。何でしょうね、ちょっとわからん。え、ちなみに顔の造形とか どんな感じなんですか、その、うん、特徴とかあったりする、ほくろあるとか。ね、なんかエクボが、笑った時のエクボが、あ、エクボがあるんだ。それが印象的なんだ、すごく。すごいエクボが素敵な方で、なんかちょっとあれなんですけど、なんかちょっと怖い感じになっちゃったけど、あれ。え、目ちょっと、ま、丸っぽい感じの目とか、切れ長の感じとか、なんかあったりする特徴とか、あと目、ま、眉毛とかこうですとか。眉毛若干濃い感じで、多分化粧してんだと思うんだけど。あー、なるほどね。太眉が流行ってた時代の。あ、ちょっと濃いめなんだ。濃いめの感じが。じゃあちょっと古い雰囲気のある人ってこと、うん、ちょっとね、一昔前の方かもしれない。うん。でもさっきの写真もあれですけど、微笑んでらっしゃる感じですかね。あ、そうそうそう、常に微笑んでる方だから、なんかそういう、じゃあなんか背後の方っぽいね、なんか、うん、見守ってるとまで言ったら言い過ぎかもしれないけど、うん、一緒にいてくれてる、なんかまあ我々のね、背後霊、七種ロケの面々の背後霊も似たような感じと思うんだけど、うん、多分ちょっと近い感じはするね、一般的な背後霊って感じの聞いてる、うん、多分楽しそうに過ごしてるところ、楽しそうに微笑ましく見守ってる人みたいな。なるほどね。素敵じゃない？いいっすね。いいと思います。すごい。はい。じゃあちょっと次も行きましょうか。はい。これが、同じぐらいかな、でも去年かなんかの多分写真ですね。これも楽しそうですね、めちゃくちゃね。楽しそう。これもね、うん、はい。エプロン同じ人で。あ、同じ人なんだ。同じポーズしてるんですよ。ちょうど共鳴してるやん。楽しそうになってるんじゃん、もう。もう足のクロスも一緒。こうこういう、そうなんや。で、なんかあのツーショットかと思う。そういう風に見えるくらいには。アイドルユニットみたいな。すごい。やっぱなんか共鳴してるってか、やっぱなんか相性の良さそうな背後霊っぽく感じるね。全然相性いいと思う。たとえなんか、うん、あの雰囲気似てても全然他人だったとしても、なんか全然。相性いいからあまりあの気になさらずにというか、はい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 、うん、
ゃ楽しそうな感じな方がいるって感じなんだね。うん、エプロンがすごい気になるね、エプロンの謎が。エプロンがそうなんだよね。うん、白エプロンの方で、なんかもし、ムッチーさんね、これ、もし、まあ、そういう白のエプロンって言われて、ああ、この人かもとか、親戚で昔こういう人いたかもとか、もしあったらちょっとね、発掘してもらって、もしかするとその方がいる可能性もあるし、まあ、全然無関係の可能性もあるかなとは思いますけどね。うん、じゃあ、そんな感じでございます。羨ましかったです。はい、ねえ、微笑ましいです。微笑ましい感じでございます。エンジンでこんな感じでいいと思ってる。うん、確かにね。はい。じゃあちょっと次行きましょうか。はい、はい、はい。ほい。というわけでございまして、次の方は、龍一さんという方でございますと。ね。はい。これはね、送って、まあ、この企画がね、発表されて、投稿フォーム、がね、まあ、こちらに送ってくださいって言って、多分早く送ろうと思っていただいたんでしょうね。その場でもう部屋で撮りましたっていうふうに、現在の、まさに現在のお写真って感じなんですけど、うん、はい、これどんな感じでしょうかね。ちょっとね、今、見えてるもの先に書くとね、はい。これどうやって書けばいいんだ、これどうすればいいんだろう。とりあえず、どういうこと、顔がここでしょ、前髪で、ね、わかるかな、これ。うん、朝までさ、こう、なんかこういうスーツでさ、うんうん、パパッとしっかりしてるさ、うん、バブリーな人がさ、重力に逆らっているんですよ。どういうこと？逆さま？逆さま。あ、前髪もちょっとこういう感じの。はいはい、バブリーな感じですね。バブリーな感じの。こういう。どっかに絶対これがある。あ、これね。あ、絶対これがある。え、待って、これどういうこと？なんで逆さなん？いや、この人イケイケだったのかなって聞きたい。ああ。龍一さんがってこと？これちょっとご本人に直接今聞いてるわけじゃないから、ちょっとお聞きしたいんですけど、若い頃イケイケだったりとかしました？本当そういう方が家の中なのか、龍一さんの、背後の方なのかわかんないけど、はいはい。いらっしゃいます。パパッとがすごいんですね。パパッとがすごい。どういうことや？何だろう、スーツです。え、この方は背後連？いやー、どうなんだろう。背後なのか家の中にいるのか。でも家の中にいるっていうのはちょっと珍しいんじゃない？もしかしたら。スーツのままでいるのが珍しいよね、なんかね。あ、そうか、部屋着とかね、リラックスしてんだったらわかるけどってことか。なんだろう、しかもなんで逆さまなんですかね。別に生理的に良くない？ふーって言いながらこう、もしかしたらこうやって踊ってるかもしれん。どういうこと？だとしてもよ。全然龍一さんの頭こうやって撫でてるのかもしれない。こうやってね。こうやって。どういうことやね。え、ちょっと待って、でも、え、これさ、かなり変わってるよね。変わってる。相当変だよね、これ。今まで見た忍者っぽいやつの中でダントツで変わってると思う。壁に。忍者っぽいやつ。そう。うん。え、これな。なんでこんなことしてんだろうね、本当。まあ、なんか何かに共鳴してこのままの方が来たのか。はいはいはい。いや、なんかその大昔イケイケだった雰囲気を感じ取って、あ、この人バブリーだったのかもみたいな。はい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 。謎だね。謎が謎を呼んでる感じなんですけど、もはや。ね、なんかさ、なんとなく後ろの漫画のレパートリーがオタク的に気になってうんって見たんですけど、うん、ドラゴンボールと。別にドラゴンボール、これドラゴンボールか。一番上ドラゴンボールじゃない？おい？なんかさ、別にそのバブリー、全体的な雰囲気として別にバブリーというか派手な感じではないですよね、きっと。まあ全然そうだね。どっから呼び寄せられたのか。いやちょっとわからん感じの人だね、これね。そうですね。なんだろう。ちょっとじゃあ他のも見てみようか。なんかでも、あれだね、他の、実は、先に事前に聞いてるからちょっと触れちゃうんですけど。はい。これあれなんですよね、スノーボードとかを好きな方のようで、実はこれちょっと先に見せちゃうんですけど、全部スキー場の写真送っていただいてるんですよ、実はここまで。本当だ、かっこいい。全てスキー場で。ちょっと待って、なんかイケイケじゃない？ワンチャンイケイケ説はあるんだけど。かっこいいよな。ただなんかあれなんで、これ熊子曰く、ここで別にさっきのバブリーの人映ってないでしょ。そうなのよ、映ってないのよ。え、そうなんだ。それがちょっと不思議っていうか、まあ、だ部屋にいる人なのか、何なんだろうね。もしかしたらこの写真じゃなくて別のスキー場の時に、うん、
なんかバブリー連れてきて、なんかイケイケじゃないみたいな感じになって、あ、お家も素敵じゃないみたいな、本棚かっこいいみたいな感じになって、そのまま。確かに。ついてきちゃったパターンもあるってことか。シンプルに。うん。あ、でもさ、そのスキー場って確かあれじゃないですか、バブルの時とか流行ったんじゃないですか。そうです。そうなんです。私もそれ思いました。めちゃめちゃ。だよね、だよね、だよね。だからスキー場から連れ帰ってる可能性多いになると思うんだよね。あるな、これは。ただただただここに写ってるスキー場のこの写真はその人は見えなかったけど、タンクトップでおにぎり食べてそうな人は歩いてたっていう。この吹雪の中で。おにぎり食べてそうみたいな。いつか痛すぎるやろ。ギャップよみたいな。ギャップすごすぎるよな。しで。いやでもまあワンチャンさっきのバブリーな方は連れて帰ってる可能性あるね。背後霊じゃないかもしれないけど。そうね。だってなんかスノボとかもめっちゃかっこいいっすもんね。ほら。かっこいいよね。めっちゃ好きでやってらっしゃる方なのかなっていう感じがするね、うん、ずっとね。そうですよね。ああ、なるほど。なんかもしかすると、まあこういうのでちょっと惹かれたりとかして、うん、ついてきちゃって、うん、あ、かっこよーとかなったり、まあもしかしたらね、あの、とかやってるかもしれないし、ね。そうそうそう。なんかそういうのでついてきちゃった例の可能性もあるけど、まあでも悪い感じじゃないでしょ、別に。あ、全然全然。なんか多分本当にかっこいいから惹かれてきたんだと思うよ。なるほどね。じゃあそれは喜んでいいですよね。喜んでいいと思う。ただちょっと相手がちょっとあれだっただけで。あ、なるほどね。相手がちょっとあの傘の幽霊だ。傘傘カタパカパと。愉快な方だっただけで。そうだね。いやだけだよね。あ、オッケーオッケー。なるほどね。あ、まあまあそんなことらしいですね。はい。じゃあそんな感じでございまして、次の方いきましょうか。じゃあはい。うん、はい、というわけでございまして、次の方でございますね。ちょっとお名前がこれ読み上げづらいんですけど、はい、あのクソザコなめくじさんって方で、呼びづらい、その名前でいいのかって何回も思ったんですけど、クソザコなめくじ、確か以前なんかチャットかなんかでもコメントいただいたような記憶があって、あのバーチャルファイナーの配信かな、多分、うん、あの、あ、見てくれてる方だと思ったんだけど、その時も名前呼び上げにくいなってすごい思ったんですけど、いい名前です ね、 そうですね、今回企画も送っていただきまして、 ありがとうございます、はい、なんか猫ちゃんも映ってらっしゃるんですけど、あのゴロちゃんっていうお名前らしくて、はい、なんですよ、ゴロちゃんっていうお名前、ゴロさん、ゴロさんそうなんですよ。なんかおね、猫がね、やっぱお好きですってことは、まあ、あの、書いていらっしゃったんですけども、これが一応現在、まあ、まさしくさっきの龍一さんと似てるんですけど、まあ、その時に、あの、まあ、企画が発表されて、あ、投稿しようと思って、あの、部屋で撮っていただいたって写真らしいんですよね。うん。うんうん、これ現状、どんな感じで見えてます？熊子さん的には。あの、多分背後の方だとは思うんだけど、おお、はい、ただただただ猫ちゃんにしか興味ない人。どんな感じで映ってるんですか？あの、こういう感じで後ろにいるんだけど。なるほどね。はいはいはい。横向きだ。はい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 。うん。で、興味持ってみたいな。うん。はい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 。これは男性の方？あ、男性です。あ、そうなの。はい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 。で、ね、猫ちゃんに、おー、猫ね、猫っていう感じで触れてる。やってる感じの。あら。なんかいいですね。なんか穏やかな感じで。ね、人間は守られているのだろうかっていうぐらい猫を溺愛してる。確かに、猫とかになってる感じがありますけど。え、これちなみに、これは、まあ、クソダコナメクジ、言いにくいけど、クソダコナメクジさんの背後の方。じゃないのかな。でもなんか、どっちかというと家にいるような気もする。うん、あ、そうなんだ。家にいる感じの人っぽく見えるってことか。もしかしたら猫ちゃんにつきたかったけど、いいや人間でみたいな感じもするけど。どういうこと？妥協で人間で人につくの？あ、そう。あ、でもそういう感じで、でもいるからには少なからずこの部屋には普段いそうな雰囲気あるってこと。あ、そうだね。てか多分猫ちゃんの後追っかけてそうな感じする。へえ。まあそれくらいでも猫ちょっとこうすごい出来合いじゃないけど、すごい空いてそうな雰囲気はあるんだ。心なしか猫ちゃんちょっと嫌な顔してるもん。やべえそれは。猫ちゃんちょっとそんなことないよ。ちょっとこうなってる感じが。そんなことないから。やめなさい、猫の言葉を代弁すんの。ダウから。あの、まあまあって感じで、まあめでてるんですね、要するに。あの、だったらよかったけど。おお、そうなんだ。でも部屋の中にいるってことはやっぱり家とか猫とかね、この彼女とかについてるっていう感じなんでしょうね、きっとね。うん、
なるほどな。でちょっともう1枚いただいてて、あのまあ結構1枚の方もね今まで多かったんですけど、あのまあ今回その2枚ということで、ちょっと昔のお写真として送ってた、ちょっとなんか結構前になるのかな、なんか特に時期は詳しく書いてなかったんですけど、ちょっとこちらの写真なんですけど、結構前の写真で写って、まあ、右側の方があのクソザコナメクジさんの方なんですけども、うん、これはどういうふうに見えてます、ちなみに。あのここ自体には写ってないんだけど、はいはい、すごい気になることありまして、はい、1枚目のあの猫ちゃん溺愛してた方、旦那さんにすげえ似てるんですよ。はい、へえ、すごいパターンだこれ。嘘でしょ、どういうこと。いや、そのパターンか。すげえ似てるんですよ。これちょっと触れちゃったんですけど、今左側に映ってるのが旦那さんなんですよね、実は。ああ、そうなんだ、そうなんだ、うんうん。そもそもの話になっちゃって申し訳ないんですけど、あのこれがご結婚される前に、はい、旦那と当時彼氏だった旦那とデートをしていた時のお写真らしいんです。そう。でこれはもう結構昔の写真だから、これと比較してどうかっていうのを、あの背後で変わったりしてんのかなって見れたらと思いますって送っていただいたんで。ここにはでもハイゴレっぽく映ってはいないんだ、誰も。ないの、誰もいないんだけど、はい、ただその1枚目が多分後ですよね。あの結婚、ね、された後ってことですよね。その時に映ってた方が旦那さんにめちゃめちゃ似てるっていう。ほえー、このパターンあるんだ。おー、え、確かないでしょった。うん。これね、あの一応ちょっとあのモザイクかけて、あのね、あの動画上出してますけど、うん、あの元々のお写真はもうモザイクない状態で見てるので、うんうん、くまこもこう旦那さんの顔も見てるんですよね。そうなんです。それで似てるってことでしょ。そう、相当似てるってことだよね、多分。あの髪型のこういう雰囲気もすごいこの時のか似てるんで、ちょっと今はどうなってるのかわかんないんだけど、うん、これちょっと触れると、あの眼鏡かけてらっしゃるんですよ、うん、旦那さん、うん、これあのハイゴレっぽい感じで映ってたやつもメガネかけてたってことですか。そう、メガネかけてた。ほー、2つやんな。ほう、これってどういうことが可能性としてある。旦那さんのウリ2つ2つな親戚の方か、ウリ2つ2つな親戚の方か、もしかしたらだけど、もともとクソ坂のめくじさんの、うん、なんつうんだろう、あの好みの方なんて言うんだろう、はいはい、旦那さんみたいな方で、うん、似てる人に惹かれてるとか、ま、なるほど、あ、それ寄せてしまったというか。そうそうそう。おー、どのパターンなんでしょうね。ちょっとこれはあのね、ご本人が今目の前にいないのであれなんですけど、クソダコのめくじさんは、まあ、もしまず自分の心にまず聞いてみて、うん、あの猫、ね、旦那さんと似たような感じの人が好きなのか、タイプだったりとかするとか、うん、まあなんかあったりするのかちょっと確認したいのと、うん、あとなんかその親戚の方とかの可能性ありそうだよね、うん、旦那さんの側の親戚の方で若い頃に旦那さんとすごい顔が似てる方だったりとかがもしいらっしゃるようだったら、その方がもしかするといる可能性があるとかね。うん、ねえねえ、はいはいはい、でね、下げちゃって、あのさ、一つ思うんですけど、うん、これ生き用のパターンとかってワンチャンないんですか。あ、なるほど、確かに確かに、考えなかったけど、それは、はい、旦那さんがあまりにも大好きすぎて、うん、ね、猫クソザコナメクジさんを、あクソザコナメクジさんの方一応ね、うん、好きすぎてなんかくっついちゃいましたみたいなことかってないんですかね。どうなんだろう。でなんかそれだったらね、もうちょっとはっきり見えても良いかなと思ったんだけど、なるほどね。あの、生き量の方が透け度合いというか、うん、そうそうそう、半透明度合いがもっと濃く見えるはずだったことだよね、うん、きっと。あ、でも生き量だったらね、なんか光の加減で薄く見えちゃったとか。まあまあまあ、確かになんか可能性はあるけどね、そういうちょっと見方がちょっとあの、うん、あれとかで変わったりするかもしれないので、背後にあるものとかで。そうね。ただまあ分かんないね、これ生き量の説もあるかもしれないし、旦那さんの親戚説とかもあるかもしれないし、うん、なんか好みの問題とかで似たような人を寄せてしまったって可能性もあるし、っていろんなパターンがあるね。うん、あ、なんか不思議だなと思って、なんかいろんなご縁を感じた、それで。なるほどね。いや、うん、これちょっと初めてのパターンかもしれないね、うんうん、もしかするとちょっと良きですね。
なるほどね。ちょっとこれね、今いくつかの、なんか説が出てきたので、クソザコナメクジさんはよかったら確認していただいたりとかね、こうなんじゃないかなとか、ちょっとね、確認というか、まあそうかもなっていうのがあったら、それをちょっと噛み締めていただくのがいいんじゃないかなっていうふうには思いますけど、ちょっと珍しいパターンでしたね、これもね。なんか何もなかったらごめんとか思っちゃうよね。まあ該当すそう、るものが全然ね。関係ないかもしれないけどね、もしかしたらね。まあ、何にも関係なかったら、あれですね、猫ちゃんか、クソダコナメクジさんのどちらかを、なんか、溺愛するばかりに部屋に現れてしまった旦那さんの生き霊とかしましょう、じゃあ。あ、そうですね。それでいきましょう。で、行こう。はい。はい。はい。というわけでございましてね、今回は、お前の背後の透けてるやつってことを話してね、まあ、視聴者の方々のね、お三方の写真を見ていただきましたけども、ね。まあ、スタンダードな、ね、背後霊っぽい、ね、お写真もあれば、ちょっとよくわからないバブリーな 逆さの方がいるっていうのもあれば、まさか旦那さんの親戚なのか何なのかっていうようなね、顔が似てるっていう珍しいパターンの、ね、写真もありましたし、ね、なかなか面白い充実した、ね、回だったのかなというふうには思っておりますと。はい。というわけでございましてね、今回の動画面白いと思った方はいいねボタンお願いします。あ、そしてね、感想等がよかったらコメント欄にぜひぜひよろしくお願いします。よいしょ。そしてね、よかったらこれを機に七白家チャンネル登録ぜひぜひよろしくお願いいたします。よいしょ。それじゃ、またね。いってらっしゃい。いってらっしゃい。いってらっしゃい。いやー、でも生き霊だったらなー。はー。でも違う感じなの、それは。セキュリティいらずだなーと思って、なんあ、となそういうこと。確かに、まあね。まあまあ、そうやけど。だから生きろ怖いよな。生き霊だったら、なんか餌ぐらいはあげといてほしくない、なんかね。あ、そういうこと。代わりに、と代わりに。ちょっと出かけてくるから、猫ちゃんの餌よろしくってよろしく。言いたいことね。ちょっと家いてっていう。そう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 。確かに。お留守番よろしくみたいな。生き霊を上手に使おうとするな。それぐらい。ほいじゃほいじゃ、また、いってらっしゃい。いらっしゃい。マロちゃんにめっちゃ呼ばれてるやん。マロック様、いらっしゃい。マロちゃん、マロちゃん出てくるかな。待って、出てこない。ダメだ。閉めて、閉めて、閉めて。お疲れ様でした。